今、セントリアに着きました。ミーさんですね。今日は手ぶらリュックサックですね。リュックサックを背負って、韓国に向かいます。ちょっと肌寒いですけど、ジャンパーを着るほどでもないですね。今ですね、10時40分ですね。結構空いてますね。なんかガラガラっていう感じですね。まだミンさんは、自分で撮影してます。タイ韓航空そんなに混んでないですね。今日はですね、本当になんか空いてますね。何かこの木、金、土となんか韓国の旅行行きが結構多いのかなと思ってましたけど、全然すいすいですね。ただなんか今聞いたら、あの飛行機は満席らしいです。ハイボールいただきます。どう？マシっす。あ、実は？本当ですか？マシっすよ、ですって。これはなんかバジルかなんか、そっちっぽい、そういうのあんまりわからないけど、その香りがしますね。今ですね、ご飯食べました。ハイボール一杯飲んで、今から21番ゲートですね、使います。むちゃくちゃ暑いしてきたんだけど、暑い、韓国寒いんでしょうがないですよね。もう今3枚ぐらい抜きました。こんな感じ見えますか。スカイチームエリート会員のお客様のご登場をご案内いたします。エコノミークラス搭乗ルームにご登場ください。ご搭乗の順番ではないお客様はお席にお座りになりお待ちくださいますようね。機内に行きました。今から2時間ぐらいですね。今日はですね、もう荷物ないんで楽ですね。リックサックだけです。それでは今から電車に乗ってソウル市内に行きます。アニョン。
今、ユンジョンから出ました。今やっと外に出ました。疲れました、むちゃくちゃ。下に降りていきます。大きな荷物がないと本当に楽ですね。もうそのままスルーしても出ていけるんで、やっぱり荷物はない方がいいですね。軽量が一番いいです。じゃむちゃくちゃ重いリュックサック、何が入っとんのかなって、服だけしか入ってないんですけど、むちゃくちゃ重いです。本当に重い。今 KTX に乗り込みました。何分やったっけ。4時40分から50分発です。初めて右の座席になりました。右の座席の方がいいですね。左側の座席っていうのは海ばっかなんですけど、今ソウル駅に着きました。今から、4号線に乗ってソンヒの家に向かいます。空港の中で暑い暑いって思っとったんですけど、やっぱ地下鉄に来るとやっぱ寒いですね。ジャンバーは後にあるんですけど、面倒くさいんでこのまま行きます。今日は田舎から妹が来ました。みなさんこんにちは、エミです。開けないわって。今からこんにちは、こんばんは。Tさんのマンションでご飯食べます。じゃーん。ソヒ、こんにちは。
ちぃさんもありがとうございます。乾杯。はい、はい、はい、乾杯、乾杯、乾杯、はい、お疲れ様。あ、けんちゃな、けんちゃな。たけいさん、乾杯。乾杯。乾杯。はい。乾杯。はい。